はい、こんにちは。お久しぶりです。新学期が始まりまして、時間がね、あんまりなくてですね、更新できずにいました。申し訳ないです。で、今回は、学校帰りにね、軽くね、文房具屋に寄ってきたんで、その収穫の紹介をしたいと思います。まずこれですね、ステープラーです。相当古いものだと思いますね。はい。お店の方もですね、あんまり使い方分かってなさそうでしたね。はい。で、古くて、大量にあるんで、あげますよと言われたんで、もらいました。で、中身がですね、相当古そうでしたね。相当レトロな見た目で、かっこいいですよね。こういうものってね、定価で買うと高いですし、買う機会がなかったんで、いただいて、嬉しかったです。そして、これもいただいたんですけど、写真と、消しゴムですね。はい。これはですね、買おうか迷ったんですけど、見てたらね、これいりますかって言われましたね。ネオックスのエコと、この、ね、おまけについてくる、消しゴムがセットになったやつですね。今だけ、景品付きってありますが、この当時はね、両方とも売れなかったものを、組み合わせてね、売ってやろうというね、会社の戦略が伺えますね。そして、これ懐かしいですね。はい、三菱鉛筆が、スーパーマリオと、コラボした時の、やつですね。これも実際にね、私も使ってましたね。はい。で、これも、一時期ね、筆箱とかつけてたんですけど、一瞬でどっか行くやつですね。はい。で、先ほど帰ってきてね、そのまま撮ってるんで、ホコリとかね、落とせてないですね。はい。ペリカンの、消しゴムですね。この消しゴムは、結構見るんですけど、このケースに入ったものはね、初めてだったんで、この機械ですので、買いましたね。はい。定価は120円でした。そして、シャーペンはですね、この、デジタル時計付きの、ものですね。はい。このシリーズは、今でも結構見ますが、定価が相当高いのと、そこまでね、欲しくなかったんで、スルーしてきましたが、今回は、値札シールもなくて、なおかつ汚れてたんで、これはね、もう100円ぐらいで、買わせていただきました。この電池もね、交換すると、未だに液晶がつくっていう話も聞きますんで、また今度ね、電池を買って、時間も合わせて、見たいと思っております。トンボ鉛筆から発売されていました、やつですね。表面はダイヤカットみたいな加工がされていて、美しいですね。はい。定価は、1500円でした。で、消しゴムはですね、やらかしたな、これ。確認せず買っちゃいましたね。で、これも定価で買ったんですけど、ちょっとこれは失敗しましたね。はい。そして今回買った最後のものはですね、ハサミですね。はい。こういうレトロなハサミはですね、以前から、探し求めてたんですけど、どの文房具屋さんにもですね、なぜかね、もうハサミだけは、お目にかかることができなかったんで、今回ね、入手できてよかったです。これはですね、段ボールの中を漁ると、いっぱい出てきましたね。2、300個ありましたね。はい。その中で、状態の良いものを、選んで、買いましたね。はい。こういうね、レトロなハサミは、オールステンレスで、なおかつ、安価ということで、富士山も紹介されていてね、いつかは手に入れたいと思ってました。今回買ったものはね、こんな感じですね。また時間がある時にね、動画とか撮っていきますんで、よろしくお願いします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。